おや、お目覚めのようだね。おめでとう。君は適応試験に合格し、晴れて第二の人生を歩み出すことができたのだよ。そう、まがいものとしてね。まあ落ち着きたまえ。君、契約書にサインはしたんだろ？本契約において、こう、我が組織が行う実験及び業務において、オツなあ、これが君のことだよ。は、いかなる行為も拒否せず、忠実に協力及び実行すると。対価として、こうはオツの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。とまあ、よくこんな怪しい文面にサインする気が起きるもんだけど。ある意味前向きな発言ではあるね。しかし、君は運がいいよ。今回の実験での成功は君だけだからね。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。後の連中は全員失敗作だったんでね、早々にお引き取り願ったよ。所詮彼らは駆られる側の存在なのだから。落ち着きたまえよ。そうだな、まがいものについて説明してあげよう。まがいものとは、人間をはるかに上回る運動神経、怪力を備えた選ばれし者だよ。自らの欲望を原動力として、計り知れない力を引き出せる無限の可能性を秘めた存在さ。ただ一点、少しばかり太陽の光と相性が悪いのだけが難点だがね。いわば人造吸血鬼とでも言うのかな。もちろん
血を吸うわけではないけれどね。この部屋にいる者たちも全てまがいものへの改造を施された選ばれし者たちだよ。ふん、君はアルバイトに来たんだろう。単純な話さ、仕事をしてほしいんだよ、まがいものになった君たちにね。なに、心配はいらない。誰にでもできる簡単なお仕事だよ。秋葉を歩いている人間を襲い、その生命エネルギーを吸収する。何も命を奪うわけじゃない。ただ日々を生きるための活力である生命エネルギーを拝借するだけさ。君は人間たちから奪った生命エネルギーを我々の元へ持ち帰るだけでいい。君の活躍に応じて望むだけの褒美を与えようじゃないか。ふん、君は間抜けそうな顔をしているが、頭の中まで大間抜けらしいな。いいだろう、不良品はこの場で処分する。前夜様、ご報告が。どうした、想像しいな。侵入者です。何者かがこのアジトに。侵入者だと。見張りは何をしていた。動ける。ここから逃げるわ。私についてきて。侵入者を取り押さえろ。イエス、マイマスター。やってみましょう。そろそろこれはいいね。さあ逃げましょう。貴様、なめた真似をいいようにさせるか。かばってくれた。君大丈夫？お前たち、こいつらを取り囲め。逃がすんじゃない。イエス、マイマスター。私が突破口を開くわ。君は私の後ろからついてきて。どうやら逃げ切れたみたいね。大丈夫？まだ歩けそう？その傷は、さっき私をかばった時の。まだ意識はあるみたいだけど、このままじゃ、いずれ。
やむを得ないわ。多分こうするしかもう方法がない。今から私の血を君に流し込むわ。この方法なら君は助かるかもしれない。だけどこれから先もっと苦しむことになるかもしれない。それでもいいと思うなら私の血を飲んで。もう声も出ないのね。これ以上説明している猶予はないわ。この血は君を過酷な運命に導くかもしれない。だけどそれを変えるのは君の生き方次第。時風雫の名において命ずる。血の共鳴をもってこの者を眷属とせん。適応できたみたいね。傷も塞がってる。よかった。私は時風雫。君の名前は？よろしくね。君も聞いたことがあるでしょう。この町で人間を襲う化け物の噂。私はその化け物、まがい物を狩る責を担っています。普通、まがいものにされたものは凶暴化し欲望のままに振る舞う習性を見せるけど、完全に欲望に飲まれてなかったのが幸いしたわ。君にはまだ理性が残っていたみたいね。いいえ、そもそも今の君は血の契約でまがいものではなく、ごめんなさい、なんでもないわ。さっき君の傷は塞がったけど、まだ体は本調子じゃないわ。それと君の体は日光に対して極端に弱くなっているの。くれぐれも首より下の皮膚を日光にさらしてはダメ。体が消滅してしまうわ。君の体は良くなるまでしばらく時間がかかると思う。今日はここで休みましょう。ここならすぐには見つからないと思うから。ゆっくり休むといいわ。明日には動けるようになってると思うから。起きた？起きたばかりでごめんなさい。この辺りで安全な場所はないかしら？あまり街中を無意味にうろついても仕方がないから。できれば静かなところがいいのだけど、そんな場所はない？モグラ？じゃあ、案内してくれるかしら。
体の調子はどう？そう、よかった。昨日も言ったけど、君の体は太陽の光に触れると消滅してしまう。服が全て脱げた状態にはならないように気をつけて。昨日の連中があのまま諦めるとは思えない。下着まで狙ってくることはないわ。なんとなくあなたに襲われそうだけど。この気配は。いたぞ、あの女だ。廃棄物も一緒か。まとめて踏んじまっちまえ。あの人たちも同じ。日の光で滅ぶかわいそうな存在。その必要はないわ。むしろ邪魔になる。戦ってあの人たちを眠らせてあげるのが私の使命。君にも戦う力は目覚めてるはずよ。一緒に戦いましょう。君ならできる。この感じを忘れないで。倒せ。あれは。Thank you.
3日も連絡ないなんて、どこかに出荷されたと思ってた。じー、このお姉さん秋葉自警団の人じゃないよね。訳ありとかいう言葉を使いたがるのは何か後ろめたいことがある証拠。とりあえず3日間行方不明になって心配をかけた罪を償うべき。ちょうどそこの店に入荷したばかりのイタティが欲しい妹が約1名いる模様です。ミッション、可愛い妹に服を買ってください。満足した。サンキュー、ニーニー。今回はこれくらいで済ましてあげるけど、次は破産を覚悟してね。自警団のみんなも心配していたから、そっちも覚悟した方がいいよ。早めに説明に行かないと、より危険度が増すかな。それと、そんなボロい服装でうろうろされるの恥ずかしい。基地に来た時に仕立て直してあげる。もちろんお小遣いはいただくけど、ちゃんと覚えとくこと。引きこもりには日中の日差しは眩しすぎる模様。ではまた基地で。可愛い妹はクールに去ります。なんというか個性的な妹さんね。ところで、秋葉自警団のアジトは遠いのかしら。さっきみたいに襲われるかもしれないから早く行きましょう。
ベントシーン、豪華声優陣、全キャラクターが生き生きと。ここがモグラ。お帰りなさいませ、ご主人様。って先輩、お前3日間も姿くらましてどこ行ってたんだ。なんだよなんだよ、誘拐されたんじゃないかって心配してたんだぞ。しかも隣のクオリティの高い三次元は誰だよ。犯罪の匂いがするぞ。こら、妄想も大概にしろや、しまいには訴えられっぞ。マジかよ、秋葉の噂話ってガセじゃなかったのか。噂話って？おい知らないのかよ、ポツリの書き込みであっただろ、さらわれた奴が化け物になって人を襲うっていうあの話だよ。そんな、彼らは人の生命エネルギーというと大げさですが、人が持つ情熱や関心といった活力を奪います。じゃあニュースでやってた無気力状態で発見された人たちっていうのは、そのまがい者というやつらに襲われたってわけか。おそらくは。私知ってます、これが手術は上手より金なりってやつですね。正解は事実は小説より木なりだよ、カティちゃん。しかしあんた変なバイトに行くわ、そのバイト先で怪しい薬使われて挙句に化け物にされるって、どこまで抜けてんのよ。アルティメット間抜けよ、間抜けヘビー級世界王者よ。まあまあトーコ落ち着けよ。まあ限定グッズに釣られるなんておめえらしいとは思うがな。それってどんだけみんなに迷惑かけたと思ってんのよ。状況わかってるのあんた。まあこの二人はとりあえず放置しておくとして、まずは自己紹介でもしておこうか。僕はユウト、橘ユウトって言うんだけど、君の名前を教えてもらえるかな。私の名前はしずく、時風しずくと言います。僕たちは通称秋葉自警団って言って、ボランティアで秋葉一帯の見回りをしてる集まりなんだよ。こいつもその一員で、この店は僕たち自警団メンバーのアジトみたいなものさ。そしてこの俺が自他ともに認める自警団の中心的存在、橘海人ってんだ。よろしくな。ユウトの双子の兄で、なおかつ俺様の方が完全上位互換なのだ。どこがだよ兄貴、今浪人中だろ。黙れ、そして腐れ。兄より優れた弟などおらぬ。世界の法則はそれを許しはしない。はいはいはい、私カティ・ライコネン。シャポンのクールビズデカルチャーをべっこ飴するためフィンランドからカムカムインだよ。ん、日本のクールカルチャーを勉強するために来日したって意味らしいよ。
わしは杉山喜八。この店、ゲームも遊べて酒も飲めるバー、モグラを仕切ってる。気軽にマスターと呼んでくれりゃいい。まあ、素敵なおじさまとか呼んでくれてもいいけどな。FBI の凶悪犯リストに載ってそうな顔だけど。おい、実はいい人なんだぜ。フォローが遅いぞ。私は詐欺坂東子、このアホの幼馴染というか腐れ縁よ。みんなからは東子って呼ばれてるわ。こいつを助けてくれてありがとね。いえ、偶然助けたようなものですから。あとはもう一人レアモンスターみたいな団員がいるけど、まあそのうち見かけると思うよ。しかしこれからどうするよ。秋葉をバケモンがうろついてるって警察にでも駆け込むか。信じてもらえないでしょ。おいおい、ここに生き証人がいるじゃねえか。こいつもまがいものなんだろ。でもでも、きっと先輩、解剖とか人体実験とかされるですよ。ここは尊い犠牲になってもらう方向で。うん。冗談でもそういうことは言わない。それよりもまずは体を元に戻すのが先なんじゃないの。このままだとあんたも他の人を襲っちゃうとか。それは大丈夫、彼が自分の意思で襲わない限りは。え、そうなの。でさ、渦中のお前はどう思うよ。そうだな、まずはおめえが行ったっていうバイト先から洗うか。十中八九怪しいのはそこですからね。うん、今のところはいろいろと不明瞭だがよ、秋葉に化け物がいるっつう動かぬ証拠があれば警察も動くだろう。それまでは僕たち自警団で何とかするしかないな。そうだ、時風さんも私たちに協力してくれないかな。え、なんかいろいろと詳しそうだしね、いいでしょ。確かに私は彼らを調べていたけど、だけど私は彼らに狙われている存在、あなたたちを巻き込むわけには。いや、もう巻き込まれてるって。そうだな、大切な団員をわけわからん化け物に改造されちまった。俺からも頼むよ、力を貸してやってくれ。じゃあ、しずくさん、団員名簿に名前と携帯番号を書いてください。携帯、ごめんなさい、私持ってないから。今時珍しいな、なら PC のメアドでもいいですよ。それも。連絡が取りづらいわね、家に電話だと気まずいよね。家は事情があってしばらく帰っていないので。何、まさかドキドキ家出少女かよ。家出というわけでは、泊まるところだってちゃんとあります。漫画もたくさん読めるし、シャワーだってある。おいおい、満喫じゃねえのかそれ。ひょっとして行くところがねえのかい。うん、うん、何やら訳ありのようだな。マスター、ここの2階確かガラガラ好き好きですよ。ん、ああそうか、寝具も一揃えあったな。
おい、しずくちゃん、よければここの2階を自由に使ってくれ。遠慮なんかなしなし。こうして知り合ったのもなんかの縁だし。化け物のことを調べるなら君の協力は欠かせそうにないしね。近くにいてもらった方がいろいろと都合は良さそうだ。じゃ、決定。秋葉寺警団に新メンバー爆誕ですね。まだ私は返事を。では少しの間だけよろしくお願いします。さてと、いきなり事件の渦中に巻き込まれてしまった我々秋葉自警団であるが、お前化け物と戦ったとか言ってたけど、今まで格闘技とかやったことあんの？ゲームってお前、指先と反射神経はいいって意味か？なんか不安だな、おい。そうだ、わしの知り合いが秋葉でコロシアム、いわゆる闘技場を仕切ってんだけどよ、一丁そこで鍛えるのもいいかもしれんな。よかったら紹介してやるよ。ちょ、闘技場を仕切ってるってどんな知り合いだよ。いや、格闘技マニアが講じて管理人になっちまったらしいんだよ、これが。しかし闘技場は誰でも入れるわけじゃねえ。ちょっとした試験みたいなのがあるって話だ。今から連絡入れとくから、お前行ってこいよ。あ、なんならしずくちゃんも一緒にどうだ。強くなっておくことは無駄にはならんと思うぜ。トーコも行ったらどうだ。テストなしですんなり入れそうだけどな。ちょっと、私はれっきとしたか弱いレディーよ。人聞きの悪い。悪くない提案だね。雫か瞳子、どっちかを連れて行ってみるかい？え？私とですか？ついていくだけならいいですけど、私は戦えませんよ。先輩の応援だけやりますね。闘技場は中央通りを渡ってジャンク通りの向こうですね。じゃ、てっちらゴーです。決まってこいよ。